クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノートです。今日は山梨県にある、扇ナーサリーさんにお邪魔しています。ちょうど扇さんが、交配を行っているところなので、その様子を見せていただきます。こんにちは。こんにちは。今交配を行っているようですけれども、どういった交配を行ってますか？これはヒデコートのハイブリッドの、オーレアの F1 を今受粉しています。はい。どんな花を作ろうとしているんでしょうか？オーレアのヒデコートダブルなんですけど、ちょっとこれがディメトルムの遺伝子が入っていて、あの元のオーレアの方に入ってまして、それで株立ちになるこういう、そうですね、花付きのいい株立ちになるオーレアのヒデコートが次でできる予定です。はい。あ、なるほど。すごい楽しみですね。夢がどんどん膨らんできますけども、具体的にはどういった作業になりますか？ちょっとやっていただいてよろしいですか？自分ですか？はい。もうこれは基本的にちょっと手元がどうしようかな。はい、はいはい、まず、おしべを取っていただいて、はい、めしべのこの先の中頭っていうところに、はい、花粉をつけるっていう、はい、まあそれだけのことなんですけど、はい、これはなんか適した環境時間帯っていうのはあるんでしょうか？基本的には晴れた日の、はい、まあ、10時ぐらいから2時ぐらいまでの、はいはい、気温が最低気温が20度以上、はい、ある環境下でやった方が花粉が出やすい、成功率が高いです、はい、受粉 の、はい、そのつけても気温が低すぎると、うん、結局種に乗らなかったりするので、はい、無駄な作業になってしまうので、はい、必ず気温が高い、はい、環境下でやってほしいです、はい。でまあハウスの場合だとハウスサイド閉めて、うん、温度調整できるので、受粉するときはだいたいハウスをサイド、まあ気温によってですけど閉め気味にして20度ギリギリぐらいだとちょっと不安なので、だいたい25度ぐらいになるようにして受粉してます。はい、はい。すごいノウハウをいただきました。これ1回でいいんですか？はい、それとも数回繰り返されてます？もうどうしても種取りたいものは2、3回、はい、ちょっとしつこく。それは日を変えて、あるいはその1回の中で。そうですね、まあ1回かけてみて乗ってないようでしたら、はい、違う花にもう1回。あ、なるほど。っていう感じでやってます。はい。あ、いいシーンですね、今。はい、皆さんこのような形でピンセットを用いて、つけてください。はい。今年はどうですか、花は？出来は、はい、もう十分いっぱい。自分ですか？今年の出荷の方はいかがでした？出荷はちょっと今年はちょっと栽培失敗してしまったので、あらら、はい、出荷数はちょっと少ないんですけれども、はい、まあ、例年より 2、3 割少ない感じです、ね。はいはいはい。来年はでも何か新しいタイプのものが増えてくるとちょっとお聞きしたんですが、いかがですか？はい、来年はそのヒデコートのダブルの新しいタイプ、はい、完成形で、はい、出せる予定です。はい、非常に楽しみですね。ありがとうございます。はい、
今日はお忙しい中どうもありがとうございます。はい、またよろしくお願いいたします。はい、皆様いかがでしたか。また大木なさりさんのイベントが2月の今度は東京で今週末、はい、18、9です、ね、18、9と神楽坂ですね、はい、で行われるようなので全員集合ですね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。